ボクシングの WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也、大橋、が1日、都内のワウワウタツミ放送センターを訪れ、今月4日放送の、エキサイトマッチ SP の収録に臨んだ。7月25日、8回 TKO 勝利でベルトをダッシュしたフルトン戦を映像を見ながら振り返る番組。6回終了後の心境について、 フルトンは、ちょっと消耗したなと、引くのではなくプレスをかけていこうと。ちょっと荒さも出てきて失速しているんじゃないかと、と話し、8回にダウンを奪ったシーンについては、気持ちよかった、と振り返った。8月30日のチャンピオンベルト贈呈式ではリング上で WBA スーパー、IBF 同級王者のマーロン・タパレスと交渉中であることを明かした井上。収録に出席した父。 シンゴトレーナーは年内のタパレスとの4団体統一戦実現を司会者から問われそうですね。ぜひ、と前向きに話した。収録内では、他にもルイスネリやジョン・リールカシメロラ強い選手がいることを問われと、みんなバンタム級上がりで面白い。体格的にも気にならない、と自信を秘めて答えた。スーパーバンタム級で4団体統一。 その後の挑戦者をどけた後についてフェザー級転候については、あと2、3年待ってほしいです、と目指している思いを明かした。